ユニフォームで競技に挑む U-12 カテゴリのニッパーズ。オーストラリアウロンゴン近郊のスタンウェルパークにて、ニッパーズのボードレースライフセービング活動における、ニッパーズとは7歳から13歳までの幼い、ライフセーバーのことである。年長のライフセーバーと違い、彼らの多くは浜辺のパトロールには従事しない。ニッパーズの活動目的は、 水辺に対する安全意識の向上と水に親しむことである。ニッパーズは海岸での安全、例えば危険な岩場や生物、離岸流やサスや波といった海の状態について学ぶ。ある一定の年齢になれば基本的な応急処置や心肺蘇生法も学ぶことができる。ニッパーズは所属するライフセービングクラブによって U-10,U-12、10 U 12 U-14 などと分けられており、U-14 だけがビーチをパトロールしたり、年長者と共に競技会に参加することが許されている。年長者と同じく、ニッパーズもスポーツカーニバルなどで他のライフセービングクラブと対抗で競技する。ニッパーズはビーチスプリント、ビーチフラックス、競泳、ボードレース、リレー、マーチポストといった種目で、 個人及び団体競技に参加することができる。年長者と異なり、ニッパーズはサーフスキーとサーフボートのレースには参加できない。また彼らが使用するサーフボードは年長者に比べて短い。8歳以下のニッパーズは競技に参加できない。7歳以下のメンバーを抱えるクラブもあり、7歳以下はタイニートッツと呼ばれ、競技に参加せず。 応急処置や海に関する知識も学ばない。タイにとっつの活動は、ゲームや、浅いところで歩いたり手足をバシャバシャさせる程度である。ニッパーズを卒業すると、通常ユースに進む。ユースは、おおむね13歳から23歳頃までを対象に、U-15、U-17、U-19、U-23 などのグループに区分されている。ありがとうございます。